5月9日に投開票が行われる韓国の大統領選挙選挙戦は最大野党共に民主党のムン・ジェイン氏と中道系野党国民の党のアン・チョルス氏の事実上の一騎打ちです韓国の政治経済が専門の日本総研向山秀彦氏は国の在り方について2人の考えは大きく異なると強調します 国家間って言いますか、その政府のやり方、政府のま役割ですね。これについての両者のま考えが違っていると思うんですね。あのムンジェインさんはですね、その雇用の創出に関してこの国家が主導的なこう役割を果たしていくっていうこういう認識なんですね。政府が積極的に公共部門を通じてですね、えー、雇用を創出していくと。これに対してアンチョルス候補はですね、あの これまでの国家主導の発展パラダイムというのはもう転換すべきであると。で雇用を創出していくのは基本的に民間企業である。ムン氏とアン氏の経済政策を比較します。財閥改革についてムン氏は政経癒着を打破するために。経済の民主化が必要だと訴えています。 これに対して、アン氏は公正な市場秩序を作るために財閥の改革を進めていかなければならないというスタンスです。財閥のその経済力集中をそれをま不正不正でいくと、それを抑制していくという中で、まあ、財閥改革というのが位置づけられていると思います。まあ、民主経済のこう民主化を進めていく上で、その財閥改革が必要だっていう認識なんですね。 財閥の循環出資です、ね、この系列会社がですね相互に出資し合うというこの資本面での支配構造を変えていく方針を打ち出しています。でこれに対してアン・チョルス候補の場合はですねその市場のその公正ですね公正な市場秩序を作り上げていくためには 財閥の改革が必要だってことなんですね。企業分割の制度をその取り入れていくとかいう形でですね。公正なこ市場秩序を作っていくと。こういったところにですね。あのどちらかというと、政策の力点が置かれていると思います。まあこれに関連しましては、例えば。公正取引委員会の独立性であるとか、権限を強化していくということも。あの政策としては示されているわけなんですね。まあ企業にはそのインセンティブを、その。 まあ、与えてです、ね、その目標を達成するように、まあ、持っていくわけで一方で、まあ、目標に達しなかった企業に対しては、まあ、何らかの,この雇用負担金、まあ、ペナルティー、ね、を課そうというこういう考え方なんですね。まあ、あくまでもあの、まあうん、ムン・チェインさんの場合はその公共部門が雇用機会を作っていくという方向があの強く出ています。 まあ、アントルスさんの場合はです、ね、中小企業における、まあ、若者の雇用をやっぱり拡大していくとで、そのためには政府は助成金を支給していくという考え方ですね一方、韓国を取り巻く国際環境は厳しさを増しています。特に軍事挑発を繰り返し、緊迫化する北朝鮮情勢は、大統領選にどのような影響を与えるのでしょうか。 朝鮮半島めぐるま緊迫度がまあ一段と増していきますと、私はそれは当面ですね、あのアンチョルス候補の方にま有利に働くというふうに考えています。というのは、アンチョルス候補はですね、選挙公約の第一に安全保障を掲げてまして、その中でまサードの配備についてあの明記しているわけなんですね。で一方でまあムンジェイン候補の場合は、ま最近になってそのまサードを容認するような発言をしてますけれども。 基本的にはまだ存在については曖昧と言っていいかと思います。ところで、韓国の輸出に占める中国の割合はおよそ25%と、アメリカや日本を大きく上回ります。中国経済の新状態への移行やサード配備に伴う中間関係の悪化は、韓国や韓国企業の今後の動向に影響を与えると分析します。 中国事業を積極化してきた、まあ、ロッテであったりとかあの化粧品のアモーレ・パシフィックっていうのがありますけどもどちらかというと近年やはりこう東南アジアをこう積極的に開拓していく動きがあ,のあります。であと、まあ、ご存知のようにあのサムソングループもですねあの近年ベトナムへのこの生産シフトを進めていきますんで私はこの中国の経済報復というのがあの逆に 韓国企業のその中国離れですね。この動きを進めていくことにつながると思いますね。日本の財界は韓国の政治経済が一刻も早く安定的な状態となることを期待するとの見解を示しています。日本企業は大統領選のどの部分を注視しているのでしょうか。日系企業は関心を持って見ているのはですね。二つあると思いますね。 えー、一つはあの財閥改革があのどうなっていくのかどういうふうにこう進められていくのかっていうことですね徴用工に対するその賠償問題っていうのが韓国では今の地方裁判所レベルではですねこれあの賠償を認める判決をしてるわけなんですね。で最終的に最高裁の判断がまだ下ってないんでもしムン・ジェイン候補がですね大統領になって、まあ、日韓関係に関してですね非常にこう まあ厳しい姿勢をでっ臨んでくれるであれば、まあ、こうしたその最高裁の判決にも影響を及ぼしてくるだろうということが考えられると思います。